皆さんこんにちは。上総市長の神田武史でございます。ようこそ市長室へ、7月号をお送りしたいと思います。先月は交流人口の拡大ということをテーマに、坂の家住宅からお届けをいたしましたけれども、今月7月はもうだいぶ暑くなってまいりましたので、私もいよいよ来年再来年に迫りました茨城国体、この PR プロセスを着てですね、お伝えしたいと思います。今月のテーマは大きく分けて2つ、まず1点目でありますけれども、1点目は私の公約でもございました三津街道有料道路、こちらが6月の1日から朝の6時から8時の通学時間帯の無料化が始まっております。これは私もずっと子どもたちとですね、通学路を共に歩いて学校まで行き来をしておりますけども、やっぱり放水橋の渋滞、そして三つ間橋の渋滞、これもあって有料道路でなくてその間を抜け道としてですね、通学路が抜け道として使われていてですね、大変怖い思いをしている子どもたちもたくさんいるというもの、現実を目の当たりにして大変調整が困難をきたしましたけども、県または市議会の皆さんにも同意をいただきまして、6月1日から無料化を実施することになりました。平日のみでありますけども、来年の3月30日まで朝の時間帯この2時間無料化を実施しておりますから、ぜひ通学路の安全対策も含めてですね、市民の皆さんにご利用いただければありがたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そして続いて2点目でございます。こちらいよいよ市民の皆さんもまた全国からもですね、だいぶ今話題となっていますこの上総鬼怒川花火大会でございます。今回でですね、今回も8月の11日山の日に昨年と同じようにですね、開催をしたいと思っています。昨年は水害から1年目ということもあって復興花火大会となりましたけれども、今年も打ち上げ総数約1万発ということで、音楽と花火の共演ということで、またスペシャルスターマインということもですね、大変好評をいただいて、全国花火大会ランキングもここのところ常に上位に入っているこの花火大会、ぜひ今年も皆さんに訪れていただきたいと思いますし、この花火大会だけでなくて、この前にステージイベント、プレイイベント、昨年は花道子さんもお越しをいただいてトークショーも開催をしましたけども、今年も早めに皆さんですね、お集まりをいただいてプレイイベントもお楽しみいただければと思いますし、また三津街道の駅からですね、商店街、また市民の広場でもですね、さまざまなイベントを同日に開催をしたいと思ってますから、ぜひそちらの方にもですね、皆さん足を運んでいただいて、暑い楽しい夏の思い出作りにしていただく花火大会になればと思っておりますので、皆さんのお越しをお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは7月号のようこそ市長室はこの辺でおしまいにしたいと思います。来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。